はい。皆様、こんにちは。こんばんは。今日はですね、お茶のご紹介です。健康茶ですね。こちら、いつの間にか買ってしまいましたね。集まりましたね。一時期、面倒臭く,くてやめてたんですが、また再開しましたね。買ってるうちにこんなに種類がね、溜まってしまいましたね。 これはですね、以前ですね、あのー、最初はね、ごめんなさいね、これね、プーアル茶のパッケージね、捨てちゃったんですよね。そんなもんでちょっと汚い字でプーアルって分かりやすいように書いてあって、お茶入れる時にね、煮出す時にね、わかんなくなっちゃうんで書いてありますね。最初は黒豆茶とプーアル茶で始めたんですよね。それで体調が良くなったんですよね。 なんか薬局屋さん行ったりして、あれがいい、これがいいって書いてあるんで、ね、黒豆茶、ね、黒豆をね、煮て毎日食べようと思ったんですが、黒豆を煮るのって大変なんですよね。なんかしぼんじゃったり、黒豆を毎回買って、毎回煮て、毎日食卓に出すっていうことが面倒になっちゃったんですよね。で、何かそのね、 あのちょっと体の調子が悪くなっちゃって病気ではないんですがよくねテレビでねあの健康にはこれがいいとかあれがいいとかねいろいろありますよね。そんなもんであのお茶でねあのわざわざ何かを作って食べるとか普段作らないものを作って食べて常備するっていうことがね 一時期はできるんですけれどもあの忘れちゃったりそれを食べなくてもちょっと生きていけるんでねまあお茶もそうですけど、うん、面倒になっちゃってできないんですよね食、うん、おかずを作るっていうことがね、うん、それでですねお茶なら毎日飲むんですよねで緑茶ももちろんいいんですけれども飲んでるんですけど 健康茶という言われるものですねこちらねあのあれがいいこれがいいと思ってネットで検索したりねこの楽天スーパーセールですねあのところどころ買いましたねで30杯以上送料無料とかねそういうものがあるんでまとめ買いしちゃったんですよね結局薬局屋さんとかスーパーでちょこ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 買う 買ってるものものあるんですけどねあの黒ウーロン茶がいいとかねこのねオーガニックルイボスティーがいいとかこれはねなるべくね無農薬ですね無農薬のものを、えー、煮出して取ってるんですね。めんどくさがりな私がですね煮出して飲んでるっていうのがね自分でも不思議なんですけどもね、うん、家族もね。 まあまあ体調がいいんじゃな,いかなまあ分かんないんですけどねどうせ飲み物を飲むんだったらジュースとかねあのちょっと添加物が入ってるジュースとかねそういうのも夏なんか結構水分とりますのでねそれよりも健康茶がいいかなと思って始めましたね最近続いてますねまああとで。 これはです、ね、12345678910種類こちらはですね地元のオ、えーガニックに近いんですよねオーガニックですかね吉田農園さんのハスのハチャってねテレビにも出たみたいですけどね「昼飯旅」でね吉田農園さん父浦のはす農家さんですねさあ この10種類のお茶をどういうふうに作ってるかまあ簡単ですけどねご説明後でしたいと思いますね。はい、おすすめです。めで一旦終わり。